皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は今中国でバズってるらしい猫爪ネイルを作ってみました。コスプレにも使えそうな特殊メイク針の猫爪、視聴者の皆さんにぜひとも見てほしくって地爪にやっちゃいました。こんなネイルもあるんだって見ながら楽しんでってね。それでは最後までぜひご視聴ください。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。まずは下地にベースコートを塗ります。猫爪をずっとつけてたい方は普通のベースコート、数日で外す予定の場合は私と同じようにピールオフベースというペリッと剥がせるタイプのベースコートを塗りましょう。塗り終わったら硬化します。それでは地爪側にカラーを塗ります。私の普段の動画では100均のジェルネイルを使ってるんですが、今回の猫爪ネイルは100均縛りで作るのが難しかったので、ネイルサロンで使う商材も組み合わせて作ってみます。オーバルブラシで地爪にカラーを塗ります。今回はコーラル系のヌーディーカラーを選んでみました。実際の猫の爪がどんな色なのかわからないまま作っているので、今日作る猫爪はあくまでも私の想像の中での猫爪です。リアルな猫の爪とは違うかもしれないので、猫ちゃん飼ってる方とか詳しい方でそんな色じゃないよとかもっとこうだよとかあったらコメント欄で教えてください。塗り終わったら硬化します。続いてもう少しカラーを濃くしたいので2度塗りします。塗り終わったら硬化します。地爪側の下準備が終わったら猫の爪部分を作っていきます。こちら粘土ジェルというもので、粘土のように手でこねて形を作ることができるジェルネイルで、去年くらいから発売されてすごく人気のジェルです。これだったら簡単に手でこねて猫の爪が作れるかなと思って選んでみました。見ての通り結構硬いのでスパチュラで切るようにして取り出します。あとは猫爪になるように形を作っていくだけなんだけど、これがね意外と難しい。こっからしばらくの間コネコネして何回も何回も形作ってみたんだけど、そもそも私猫の爪がどんな形なのか分かってないから作れなかったんだなって後から気づいた。でもほら、なんとなくこんな感じだよね。爪の上にも乗せてみます。ちょっと大きいかな。猫の爪ってこんなカーブついてなかったっけか。猫が怒ってシャーッとなってる感じをイメージしてカーブをつけてみたんだけど、どうかな。よし、これでいこう。上からと横からのフォルムを確認して硬化します。なんか硬化してる時にちょっと形変わっちゃったかも。ジェルがでかすぎて完全に固まる前に垂れてきちゃったっぽいです。硬化しました。硬化してる間にちょっと歪んじゃったけど、まあいいか。 LED で1分入れたんだけど先端が柔らかめだったので追加で30秒ライトを当てました。それでは地爪に塗ったカラーを猫爪にも塗っていきます。後から思ったけど粘土ジェルにカラーを混ぜてこねればよかったね。そしたらここでカラー塗らずに済んだんだけど、初挑戦だから段取り間違えっぱなしです。ちなみに粘土ジェルにカラージェルを混ぜると色のついた粘土ジェルができますよ。爪の裏側も塗ります。塗り終わったら硬化します。
まだ粘土ジェルが透けてるのでもう一度塗ります。それとさっき粘土ジェルを固めて硬化してる時にかなり熱かったのね。大きいからその分硬化熱も出やすいんだと思います。塗り終わったら硬化します。今度は爪先にホワイトを塗ってグラデーションにします。こんなにカービングしてるとグラデーションしづらいよね。っていうかもう少し緩いカーブにしとけばよかったね。ちょっと失敗。そしてこのグラデーションがなかなかうまくいかなくて時間がかかってます。爪の形が違うだけでこんなにやりにくいんだね。時間かかったけどこんな感じでいいとしましょう。それでは硬化します。それでは最後にノンワイプトップコートで仕上げます。硬化します。完成しました。やっぱりちょっとカービングしすぎた気がする。でも猫が怒って爪立ててる時ってこんな感じだよね。ちゃんと硬化してカチカチになってます。そして1本だと迫力ないなって思って5本全部にやっちゃいました。正面から見るとそんなにわからないけど横から見るとやばい。猫の爪っていうより鷹の爪になっちゃった感じ。でも猫とか動物系のコスプレするときはいいよこれ。にゃーっとね猫爪ネイルいかがだったでしょうか。こういう変わったネイルは自分じゃやらないけどやってみてほしいとか見てみたいとかいうネイルデザインがあったらコメント欄で教えてください。面白そうだと思ったらチャレンジしてみますのでどしどし応募してください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。またねー。